西寄り車庫、西寄り車庫と600系車両西寄り車庫は、滋賀県大津市にある、京阪電気鉄道の車両基地である。地名は、西小織であるのに対して、車庫名は、西小織と異なっている。石山坂本線の大江神宮前駅に、隣接しており、車両工場を含め敷地面積は7376平方メートル。検査ピット2000と留置線5000を有し、 収容能力は46両である。大津線のすべての車両が西木折車庫で検査を行う。大津線の補選はすべて西木折車庫に集約されている。車庫には廃車となった80型82号が運転台部分をカットされてモニュメント的なものに改造されて保管されている。年に1回の大津線管車祭では全車が一般公開され、 運転台や車内を撮影することができる。また、珍しい例では、コスメル。として、コスプレイベントで使用されることがあった。校内の入れ替えには、1994年まで350型351号が使用されていたが、同年に、安都工業製の車両牽員車が投入され、置き換えられた。1980年、浜大津駅の統合により、 スイッチバックがなくなったため、石山坂本線内で、軽心線車両の向きが逆になり、保守点検などで不都合が生じることになった。そのため、西木折車庫に転車台を仮設し、5月28日から6月8日にかけて一両ずつ向きを逆転させる作業が行われた。車庫の名称は、大見神宮前駅が開業当時は、西木り駅であったことに由来する。 駅名の方は、その後大見神宮前とに四季折への再解消を重ねて今日に至っているが、尺名は一貫して変更されていない。ありがとうございます。